大行列で入れないですよ。明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。元旦です。開店直後のマニアックスに来たところを大行列で、わあすごいね、盛り上がってますね。声優くらいまで並んでた。ああ、なかなか入れない。なかなかこの時代においてこんなね盛り上がってる釣り具屋さんないですよ。結構観覧の方くらいは声優まで並んでたからね。観覧だったよ。さすがマニアックスの初売り。どうすかね、朝から何人ぐらいこれ並んでるんですかね。1500人くらいじゃない。1500は固い。1500は並んでる。あ、すんげえ。もう2時間くらい待ってるから、ね、年末のコミケか正月のマニアックスかってなんか言われてますからね。よし、1、2、3、4、5。お花見なってます。でこれお花見なってます。じゃあ全員行っちゃいましょう。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 もう手がかじかんじゃってさ、うん、サインライドはやばい。サインライド必要ですかって。いらねえな。いらないな。いらないな。あ、俺手で持てる。あ、手で持てる。また後で。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。元旦からすごいですね。そうですね、おかげさまで。あの、もうそこに置いてあるんですけど、ビッグメイド福袋、はい、町田店長現在、あ、シフト入ってなんであの値段なんですか。そうですね、なんかもうなんかこれはっていうのをおすすめがあれば1個、2個、まあ、でも金額的に言うとやっぱさっきのビッグメイド、はい、もうあれはもうスーパー赤字なんで、はい、さあ見たら分かると思う。シフトの時点で発生するルアーでそれにジョイクロとかいろいろついちゃってて、また今年もお得な釣り具をお願いします。ぜひぜひ今年よろしくお願いします。お願いします。潜入です。これすげえ。トラウトソルト奥です。トラウトソルト奥、バス手前。トラウトソルトが奥でバスが手前です。あ、小池フルキャストある。え、あ、あった、出た小池フルキャスト。何が入ってるの。フルキャストと勝手に出し、あ、あ、はいはいはい、サイドアップのいろんなルアーと小池フルキャストが山盛り入って、スタッカーとか、スタッカー今一番買いづらいネイル。あ、出た、中古アーム福袋出た。これこれモリモリ入りすぎ。あとね、あのね、天下一品のカバースキャットが入ってるやつが、天下一品、あ、これがすごい、なんか天一ってこと。そう、天一、天一、天一とコラボしてる。これが超釣れるらしいんだよ。ばっかりだって。こってりもあるの。なんか匂いがすごい濃いらしくて、天一とコラボとかあるんだ。で、こ、うん、そう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 。いや、買えないよこれ。あ、ビア、ビアコセットだな。これ気になってたんだよな。3000円でこれかなり。天一のカバースキャット買いたいだけで多分今3000円とかするだろうかね、メルカリとかだと。で、こんだけいろいろ入って3000万円。これすごいね。出た、これ並木プロのサイン入りプラグが入ってる、5000円。 OS プロ、これ5000円だったら超お得だ。これ気になるでしょ、ね、天一全部琵琶湖で釣れ線のワーム。そうさ、一個お願いします。あ、それいいじゃん。ヤマタヌキも入ってて。ヤマタヌキ。ヤマタヌキすげえ釣れるよ。あ、これはでも天一じゃない。あ、天一じゃないんだ。これ天一じゃないのもあるんだ。これあれか。ニッシーのね。ニッシーがすごい。でけえの釣るような。うん。なんか去年、今年の最大魚みたいな、ね、年末の冬くらいに釣ってたよね、確かに。すげー、シーバスクワッカー、すげーな、これ値段。はあ、いいね。
これ絶対1万円だったらお得だね。どんだけ入ってんだろう。解禁のシーバスのプレゼン全部入ってる。いいね。あ、これすごい。これすごい。すごい。アマペンと5000円。この2つだけで5000円ぐらいの価値がありますよ。2500円ぐらいだ。でこれ今活のやつだろ多分。あれか。そうだよね。アタックラウスとか入って。それで2つで5000円ぐらいだな。これで5000円すごいな。これやばいね。はあ。これいいね。あ、これね。この白っぽい。中に頑張ってる。なぜか店員さんのような動きで。これもいい。はあ。いいね。あ、ブルーブルー福袋まだある。ね。ブルーブルーノルはこんなに売ってるの見たことない。好き好きセットじゃない？え？好き好きセットじゃない？全まあはい。全とか言って。ブルーブルーノルはこんだけ入ってる。ガボツとか。あ、アイザー。これはすごいね。はああれはね、なんかね、毎年出るあのエトールアーとかついてメガバスが出してる福袋。専門でそういうのができてる。毎年、うん、なんか竜の柄になってる。竜柄のポップ X だとか、例えば海用とバス用があって。何もいるぞ。なんだよ、なんでいっぱいあんの。全部ブル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 。やばいね。こんなに溜め込んでやがったのかっていうね。もう犯罪だよこれね。ブルブルをこんだけ出さずに。ちょっとね、なかなか 50% オフはなかなかない。 50% オフとか。中古ルアーも 30% オフとか。ああ。30% オフだったかな。うわ、出た。40% オフ。でかいね。50% オフを探せ。伸びるんだ。それ50%あったね。50%って感じ。8500円がさらに、そっから 50%。 え、4000円くらい。4250円。すげえな。それ何なの、作法か。ちょっと田中調べ。新品だぞこれ。なんだこれ。すごいな。これアメリカのトッププロが使うやつだな。でしょ、クランク巻くやつでしょ。これ4000円。スピードスティック。スピードスティック、こちら 50% オフで4000円。伸びる。伸びるよ、すごいよ、長いよこれ。これ柔らかいの、うん、すげえ硬い。すんげえ硬い。フリッピングロッドとかなのかな。今日スーさんそれ探してたんじゃない。これ冬使うやつ。それさらにじゃんけんで、じゃんけんでやってきて。もう買ってよこれ。え？フリッピングロット？何？ビッグベイトロットなの？何これ？棒だよね。これ棒だよね。何これ？どういうこと？これすごいね。え、これ海用にネタで買ってるやつ。いらねえって。いやでもすごい新古品だね。うん、マニアックスもどう取り扱っていいか分からず驚愕の
50%、 8500円、ありだ、ね、奥から9フィートだよ、この3は9フィートだよ、9フィートだよ。明けましておめでとうございます。今年のお正月のマニアックスの目玉をザラッと紹介していただけると、はいはい、長谷川武士でお願いします。行きましょうか、バスコートでね、はい、はいはい、行きましょう。まず入っていきなりこれね、これエビさん入ってます。うわー、3000ね、エビさん入って3000ですよね。別にフロックも入ってるし、スパイダーも入ってるし、使うとこばっかりで3000。そして一体1個いくらなんでしょうかっていう。これおかしいですよね。これおかしいです。これだってシフトで7-8000円しますよね。そうです、町田店長が作ったんで、あのおかしいです。これおかしい、はい、ぶっ飛んじゃってる、ね、ぶっ飛んじゃってる。で、皆さんご存知の年末ニジマスパターンに湧いた亀山ということで60アップ2週連続出ましたからね、はい、この風に関してはニジマスカラーはもうメーカーさんないので、うわあ、これだけで5000円の価値ぐらいあるのに、チラッとこうやって、これもね、ワカサギニジマスパターンで十分ハブクはあの年末に豊草かどっかででっかいの釣れてましたね、うん、で、今カツのレイ、これもニジマスパターンにバッチリ使えるやつ、はい、で、5000円、5000円、うちの檻からチムシさん、オリカラなんですね、オリカラのチムシさん、これはね、結構やばいやつ、これデイドリームっていう色なんですけど、これが入ってこれちゃっうわっついて、これです。マジっすか、はい、これも数は当然少ないので、おいそぎ早いもん勝ちで、はい、はい、これが入ってるのがあるぞっていうのがね、いや、俺これ買おうと思ってる。これ天一のカラーのやつ、これ色とかってこのスペシャルカラーのちょっと詳しく聞きたいんです。これはなんであるかっていうと、はい、そもそも入荷数が少ないものに対して、はい、隠してたっていう、はい、申し訳ない行動をして今ここにあるわけですよ。ああ、要はお店に出さなかったわけです、はい、でもそんぐらい数が少ないってことですか。そういうことです。だから普通に出しても、うん、その日に来れたお客さんで終わっちゃうから、はい、だったらイベントごとのこの正月に出しましょうかっていう結果、うん、今回こういうのが作れてるんで、はい、別に納品されたわけではありませんので、はい、デプスさんに文句の電話を言わないでください、はい、で、長谷川さんだとどういうところ出しどころ、さっきちらっと出しどころは、カメラも貼ってないところで急に喋り出したんです。高級車に関しては、はい、僕が去年から本格的に井の頭湖のガイドやってるんですよ。井の頭湖いますよね、長谷川さん。ガイドやってるんですよ。ヒバラ湖じゃなくて井の頭なんですよ。そう、荒れてしまったらヒバラも行くんですけど、はい、基本井の頭で2キロ級のを集中して狙ってるんですよ。スモールですよね。スモール、はい、で、まだやっぱりサラリーマンなんで、はい、ホームページやって、はい、どうのこうのってお客さんはまだやってないんですけど、はい、まあ、それなりに、ガイド仲間がちょっと人足んない時とかヘルプしてやったり、はい、お客さんがだんだん今いらしてくれてて、はい、だいたい月8日から10日ぐらいは出てます。半端じゃないですね。だけど、やっぱりね、距離もあって値段もあるんで、うん、なかなか皆さんあれなんでしょうけど、まあ、一回体験してもらいたいんで、僕の井の頭ガイドに来てください。5月から10月、その時にこれな、これは絶対いい、うん、まあ、定位置じゃないかもしれないけど、通常のカバスキャー 3.5 でもいいんです。そう、いいんですけど、これ買える人買えない人ってやっぱりいい。そう、このタイプであれば そこに関しては大丈夫だけど、はい、何しろこれ売ってないから、売ってない、今のうちにマニアックスにあるうちに、ああそういうことです、そう、手に入れといた方がいいんじゃなかろうかって話です、はい、まだ今1月1日の落ち着いたタイミングでまだいくらか、まだまだまだ、もしかしたら見えてないかもしれない、うん、普通のもあるんですよ、はいはいはい、普通の中にこれが混ざってるわけですよ、定位置シールが貼ってあるの、そうそう、だから気づいてないかもしれない、お、一応外には出してますけど、はい、はい、はい、ありがとうございます。長谷川さんの猪苗代スーパー巨大スモール狙いガイドを受けるときは、そう、これあった方がいいです。ダンタンのこれ買って。さすが。お願いします。ありがとうございます。これね。これどういう。これはね、もらったんですよ。正月でなんとかやりたいから書いてくれた。これ5000円で OSP ルアーこんな入れて大丈夫なの？そういう、はい、いや、ダメ。これバルナさん？そうです。こういうの入れといて、バルナ、ブリッツ、ダンク、うわ、サイン入り入って、これはね、プレゼントなんですよ。だから完全にこれ、お題入ってないです。いや、だってこの2個ぐらいでもう5000円近く、これとワームで5000円いっちゃうじゃないですか。でもこれは
プレゼントなの、企画的には。お題は入ってないです。この中には入ってないんで、完全プレゼントです。なんすかこれ。でもあの入ってないのもあるんですよ。はい。だから早いもん勝ち。あ、よく見てね。探してる、うん、探して買ってねって いやこれが楽しいですね、ここの。探して買ってねっていうね。ちゃんと入ってますね。うわこれね、ちゃんと奈良さんのね。はい。これはあの営業さんに頼み込んでやってもらって。あ、こっちにも入ってます。しかもこれ2024でちゃんと入ってますから。記念になりますね。これ2024って入ってます。いつでもどこでもじゃないです。この入り口の福袋コーナー毎年も、あ、これ俺これも気になってるんです。これね、みんなあのあんまりみたいだけど本当に手に入んないってことが分かってる方がどれぐらいいるのか。いや出た時に買ったっきりもうブームになっちゃって全然。これは、ね、手に入りますね。トーナメントのプロの人たちもこれみんな使ってるんですもんね。あ、それ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 。割れちゃってるんだけど。ね、来たこれ。これ狙いで来たってのはあるんですけど、これ本当買えないですからね今。だからなぜ買えないのかっていうのは作るのが大変なんだろうと思います。形も形だからね、うん、年に1回ワンサイズずつって感じですもんね。これもあのこれはあの紙袋入りであのあります。はい、紙袋入りまだまだ、まあ、こういうのが、ね、もちろんね、はいはい、あるんだけど、はい、これ折りからです。来た、また長谷川さん考えちゃってる。そうそうそう、透けてるやつな、ね、どんなダサい名前ですけど、名前今回ねすごいんで、はい、コンタクトスライダーどこのメーカーにもないだろこんな名前。さすがナイトグロミッションに始まり、さすがコンタクトスライダー。これどういう意味なの。意味はない。え、意味ないですか。いや言いやすいな。意味ない。コンタクトスライダーで来たって言いたいために作った、はい、あとはお子さんに人気の1000円で、まあ1100円という価格でお子さんのお年玉でも買えるだろうということで、まあ、いろんなワーム使ってみたいのはお子さんだから、まあ、どんなワームでもいいんですよお子さんなんか。あのまず一回いろいろ体験してみるっていう、いろんな形状試してみるっていうの重要ですからね。まあ、でもプラスもちろん実践でバリバリのやついっぱい入ってるんで、レイドも入ってるし、レイド入ってるし、あと OSP さんも入ってれば、もうマイクロダッチもこれちょっと入ってるし、で1000円、うわ、買ってこれ今高いからね。それ1000円いくらするやつじゃないですかね。1000円以上新品がするから、はい、高いからという感じです。はい、これバス、はい、はい、いや朝もマジ並びがきつくて帰ろうかと思っちゃいました、はい、あ、まあでも例年より皆さんやっぱり旅行に行かれたりとかして体験が少ないと思います、はい、これがあの市バスメインのソルトコーナーです。はい、はい、見たここも、まあ、今季はあのカゲロウがちょっと豊富に、はい、あの手配できたんで、はい、このために取ったわけじゃないんで生産があったわけじゃないです。あ、よかったです。うまいタイミングでこう、はい、少しずつやっぱりこれ用に取ってあって、はい、頑張りかな。頑張りによってこのキリンジとか新しいのとかも出てる、まあ、こういうオリカラのもあればこれそういうキリンジも入ってるし、何にしろブーを的確に入れてくれてるし、あ、エトのブーなんだ。これはね、あの欲しい人いっぱいいると思う。あ、エトブー入って24年って入ってますからね、ちゃんと。でこれ1万円、これ作ったのは高木さんね。はい、これすごい。あ、ブルーブルーな、さすがに減ってきましたね。だいたい、あとこういう中古もあるんで。あ、これやばいのさっきあったんだよ、ね、そうです、中古も、まあ、それもこれ大丈夫なのかな。これ大丈夫ですよ、別に。これ中古ですから大丈夫これトラビスセブンを入れてくれてるところが俺はもうツボだなと思って、これ、まあ、大丈夫です。に買えないアマペンと今勝の連れ線入って、はい、まあ、アジンがやる方はクリアブルーに入ってます、はい、まあ、ブルーブルーもまだ数個残ってます、はい、まあ、これ待ち、また明日ね、明日三が日はちょっと足しますけど、限り、うん、やっぱりそれはいくらでもあるわけじゃないんで、うん、お客様のご来店の数によれば、まあ、すぐなくなっちゃうのもありますけど、はい、まあ、基本的にはあの少しずつ入れてきて、はい、VJ なんかも入ってるしね。入ってますね。IJ か。大丈夫かな。新しいですね、これ。これは VJ、これ IJ。新しいですね。バイブレーションタイプです。ここもずっと人だかりで近寄れなかったんで、今一瞬息継ぎのタイミングですよね。別にいいものだけとか、大体似てるようなセットの数があるだけなんで、大体同じです、はい。朝もこんなんでした。朝もこんな感じだし、はい、今もこんな感じ。あんまり差がないです、今回。さらに中古ですか。中古、あ、じゃんけん争奪戦の詳しい説明も結局僕と、まあ、レジにいる、まあ、大体僕なんですけど、はい、僕とじゃんけんをして、はい、勝てば、僕が勝てば、はい、こういう 10% がなくなっちゃうと、はい、でもお客様が勝てば
これプラスこれになる。恐ろしい楽しい企画ですね。そういうことです、そういうことです。まあだからでも基本的に俺 20% 張り続け張っちゃってこれはね張っちゃってこれじゃんけん戦争、ね、これはロッドとリールですね。そうです、はい、でまあ、やるかやらないかはご自身決めていただいて、うん、まあ、ただ中古のルアー系はもう 30% オフになっちゃう。そう、まあ、バスとあのソルトのルアーに関してはもう全部 30% オフします。はい、こちら小物は入ってないですよね。小物は入ってない、はい、ルアーですね、ルアーですね。で、竿とリールに関しては長谷川さんと戦うと、竿とリールに関しては 10% から 50% ランダムに貼ってあるんですけど、はい、それに上乗せして、はい、値引けるか値引けないかはじゃんけんですよと。うん、負けたらお客さん、負けたら 10% なくなっちゃうかもしれない。もう勝負、優しい長谷川さんのことですから、うん、もしかしたら、まあね、まあやっぱ流れを見てたら勝てる法則とかもあるかもしれない、まあね、申し訳ないけどアイコンになったら俺は絶対勝つんで、はい、アイコンにならないんですか、はい、アイコンになった時の勝つ勝ち方は覚えたんで、はい、やり続けて だいたいみんな勝てない、だいたい勝てない。アイコンになったら負けたなと思ってた。はい、わかりました。朝からこういう、まあ、ソルトに関しては、まあ、1位が山川さんの竿ですよと、はい、山川さんの竿、はい、で2位がダビンチです。240ですか、これ2位ダビンチ、高い子じゃないですか、はい、でまあ、3、4はさすがにまあ1をつけなきゃいけないんで、折からのエリテン、これ折からのエリテン、はいはいはい、今これからが旬ですけど、ね、ナイトグローミション、はい、じゃない、なんだっけな、いるそれこれ、こいつすげえ俺好きなんですよ。そう、これ僕のですよ、これ何カラーでしたっけ。ドリフトバイトマックス。名前はドリフトバイトマックス。名前はダサいけどすごい釣れるんですよね、これドリフトバイトマックス、うん、これがね、ナイトグロミッションね、これがね、ナイトグロ、これも当たります、ね、エリテもだいぶ高くなってきましたからね。高いですよ、今これで当たるんだったら全然、はい、1000円じゃちょっと厳しいです。そうなんですよね。で、バスとトラウト大人気ですよね。バスはね、これが3位、わお、赤、こういう、わお、ね、こういうの、もう1400円とかね、1500円、1600円、1700円のやつが1000円だよと、うんうんうん、プールなんかはね、70プール、90プールなんてあんまりみんな好きじゃないみたいなやつがよく釣れるんで、はい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 、はい、シャットもありますね。これも好きなら選んでもらえます。まあ、でも竿を当てればいいんですね。こちらレイド、そうそうそう、レイドの竿を当たる。ちなみにこれ、ビッグベイトと、これだろ、6000円です。6000円とか。6000円もあったり、これもある。これも当たっちゃう。超欲しい。ラトルシリーズ。これしかない。出た。ラトルないですね。店頭で見たことないですか、あんまり。すぐなくなっちゃうから。あ、全部ラトル。なくなればそれなくなっちゃうんです。まあ、これも早めに。はい。じゃあ今年も正月はマニアックスということで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。